男たちがやいのやいの、できるできないやいのやいの、騒いでいたのはもう5年前。時は経ち、さよなら平成、気づけば令和。できるできない窮屈すぎて、飛び出し中目の地下に集結。すげえことからくだらねえことまで、体張ります。ベッチプリーズ。世界が挑戦、フライングディスクでだるま落とし。今回、はい、挑戦していただくのは、はい、こちらになります。出たよこれ。そうだそうだよ、やっぱり。いやだから5年経ったんですって。そうそうそう、これもう今から5年前、木槌ではなく遠く離れた位置からフライングディスクでダルマ落としに挑んだ世界。バカにしてるこの絵。フライングディスクはお手の物と自信満々だったが、結果は一投も当たらないという大惨事。取れ高も激薄に。忘れもしませんよ、僕のトラウマ企画ですからこれ。トラウマ企画に再び挑むことになった世界には、どうしても言いたいことが。一緒だ。当時も思ったんですけど、一個だけ聞きたいんですけど、これ誰か本当試してます？もちろん成功してます。惜しいところしてないじゃないですか。5年前、EXILE 加入直後で右も左もわからなかった世界。しかし今ではファンタスティックスを引っ張る頼れるリーダーに成長。まあまあそうっすよね、5年経ちましたからね。僕もあの時23でしたし。じゃあ自信はあります？自信はそうっすね、あるって言っときましょうか。あれあんまりなかったですね。5年間の成長を見せつけたい世界に用意したステージは？は？食堂ですけど。え、がっつり食堂じゃないですかこれ。なんすか、あのなんかこう一番奥にだるま置いてるし。シュールだな。え、これまんま一緒ですか？むず。まんま一緒ですかこれ。やば。フライングディスクで狙うのは5年前と全く同じだるま落とし。一番上のだるまを倒さず、間の積み木を落とせば成功。だるまを倒さなければどの積み木を落としても OK。 だるままでの距離も前回と同じ10メートル。遠いよ。許されたチャンスは10投。世界が雨に濡れないようにと室内を仕込んだ結果、難易度がアップ。足からず。優しさだったら終わったでしょ。何投目ぐらいで？もう1投目でいっちゃいましょう。ファンタスティックスのファンの皆さんに、ファンタスティックスだっていう、これこそファンタスティックスのリーダーだっていうことをこう見せていけるといいかなと思います。全然自信ないじゃん、ね、今ので大丈夫ですか？そのセリフも全く5年前と同じです。全く同じですね。フライングディスクでだるま落とし、できるできない、ベッドプリーズ。フライングディスクでだるま落とし、できるという方はコースターの上に、できないと思う方はコースターの右に、それぞれベットしてください。どうぞ。ちょっと待って、いきなり何言ってんですか？いろいろこの状況とか説明しなくて大丈夫？いやもうやりましょうやりましょう。お前の黒髪とかに触れなくて大丈夫？いい、俺の黒髪どうでもいい。どうでもいい。4回の放送ごとにコインを生産して、一番多くコインを獲得したプレイヤーには、なんと番組側から豪華商品がプレゼントされます。なので皆さん、マジか、もうね、ここはもう争いですから。そうですね、チームメイト関係ないです。ガチでいきましょう、シビアに。ちなみに5年前の俺のやつ見た人？はいはいはい。大気だよ、そりゃそう、はいはい、見てないな、お前たち。3人見てないぞ。2人は潔い。潔い、潔い。こっちは周りに合わせたから。嘘はよくない。これはなんか俺言った方がいいですか？もうミフィちゃんの方がいいですか？ミフィちゃん、なるほど。っていうか、どう考えても10メートルっていう、しかもあの環境はむずいし、ね、結構な距離ですよ。遠いし、こうまっすぐこう当てるのは、ね、なかなか抜かなきゃいけないから。誰も私、映像始まった瞬間の世界さんの顔がどんどん暗くなってきてるんで、表情からも感じ取っていいんですか、皆さん？できたのかな。あー、できてない。どっちだ、どっちだ、どっちだ、これは難しいな。難しい。
さあ皆さん決まりました？見てないけどできてる方に、はい、レイヤーかけてる。その前回外だったんですよね。はい、外です。今回室内で風もない。はい、でもやっぱり世界さんがこのスパン5年スパンスパンあったこの5年の5年を経て、はい、相当多分訓練を重ねてきた。なるほどね、はい、訓練。ちなみにできるにベットした人はレイヤーだって。どんなチームなの。偉いよ。わーできてなかったですよ世界さんは。てか難しい。難しいですよ、うん、あのね、だから今回も5年経ったという俺はできないに10ベット。ちなみにサオナツができないに 10、はい、一緒だね。できない。いや遠すぎじゃないですか。そうだよね。あと、あのこうまっすぐ飛ばすってなかなか難しいじゃないですか。確かに。いや合ってるのはいいけどさ、だるま落としてしなきゃいけないでしょ。しかもそうなんですよ。難しいよ、ね、レベルが高すぎるな。なっちゃんは僕できないに5ベッド。ちょっと慎重。ちょっと慎重。慎重。最初は慎重に。なるほど。ケイトは6ベッド。6なんだその中途半端な数字は。性格出るよね。出ますね。性格出てるね。20。僕は20ですね。失礼だろ。リーダーだぞ。勝ちに行きたいんで。勝ちに行きたいんだ。関係ない。ファンタスティックスカジノを記念すべき最初のチャレンジ。チャンスは10投。だるま落としチャレンジスタート。いきまーす。あ、おー、いいじゃん、カメラいいじゃん、コントロールがいい。今のは どうなんでしょうか。第一投はテレビ的には絶対 NG のカメラ直撃。本当に5年間で成長したのか不安なスタートに。前回はあの何にも当たりもしませんでしたから、当たっただけで僕的には結構成長でした。あるぞ、これあるかもしれない。そして続く第2投。この辺だった気がするんだよな。世界の放った第2投は一直線に真ん中のつみ木にヒット。うわすげー、やばやべー。美しい入射角、打ち抜かれたことにだるまは気づいていない。やったぜ、やったぜ。すごいな。やったー。うわすげー。これファンタスティックスカジノめちゃめちゃヒットするんじゃないですかこれ。確かに幸先めちゃくちゃいいじゃないですか。俺ちょっとすごい嬉しい今。マジか。俺なんかサイン書いてプレゼントしたいんですよ。こっちプレゼントしたいんですよこれ。すごい。フライングディスクでだるま落とし、世界はできる。ちょっとなんかリーダーらしいとこ見せれたかなと思いました。じゃあこれからもファンタスティックスのリーダーは世界さんで心配ないっていうことです。心配ないっすわ。というわけで結果はデキューでした。マジか。これはすごい。いやもうやっぱなんでみんな世界さん信頼しないんですかそんなに。いやいや捨てるよもちろん捨てるけどさ。気持ちいいっすねこれ。やばい。一人勝ちはやばい。一人勝ちめっちゃ気持ちいい。僕らは安牌にかけましたけど、はい、まあ、優勢大丈夫か。かけたリーダーをしない信用しないっていうイメージダウンでもあるし、あのこのゲームとしての損失が大きい。もう少し慎重に攻めたいと思います。そうです。顔赤くなって。いやこれねその場にいた人全員びっくりしてた。ですよね。ってことはあの俺以外誰もできると思ってなかった。こっちと同じ気持ちだったんですよ。これ一瞬で終わったんですかこれ。もうめちゃくちゃ早かったっすよ。すごい。30分ぐらい巻いて終わったんですよ。すごいな。さすが。いや悔しいね。やばいっすね。いかにお前たちが俺を見てないかってこと。まあ、実はこのフリスビーの挑戦実は続きがあります。え多分きっと早く終わったからもっといけるんだと思ったんでしょうね。マジで VTR ご覧ください。マジですか。
見事5年前のリベンジを果たし挑戦に成功した世界。しかしこれ1個だけ注文するとちょっと尺そうですよね、5年間で覚えた言葉は尺と取れ高っていうあるんですけど、その2つがないのかなっていう気は。あまりに早すぎる成功で今回は尺が激薄。するとちなみに、はい、調子乗っていいですか、はい、こっからやってみます。うわ、もう一段こっからもう一段抜けたらもうすごいじゃないですか、はい。フライングディスクでだるま落とし、エキシビションマッチ。じゃあこっから10投でさらに落とせるかっていうルールでよろしいですか。そうですね、今パッて横から見たんですけど可能性は限りなく低いことに気がついてしまった自分がいるんですけど、やってみましょう。頼もしいです。この状態からもう一段のだるま落としに挑戦。崩せば即終了のエキシビションマッチ。期待して大丈夫ですか。もちろんです。心配はないですか。決まったら言いましょうか。エキシビションマッチは正解すればコイン3倍ゲットのボーナスチャンス。取り返すチャンスや。フライングディスクでだるま落とし、できるできないベッフリーズ。エキシビジョンマッチは、ね、当たればコイン3倍のゲットチャンスですから皆さん慎重にね、ベットしていきましょう。慎重に変更できないからね、もう、うん、はい、世界さん世界さん書きますよ、僕は。おいしょー何してんすか。おいしょー何してんすか。おー、裏切った。自分の経験上ちょっと調子に乗るとあんま良くないのかな。自分の性格でね。なるほどね。ちょっと待って、あれ、はい、少なくない？そんな急激に少なくない？3倍になったんですね。3倍ですから。さっき失った優勢はちょいかけ大丈夫この2回目だよまだ。もう横見たんでだもうだるまもう結構あ、そっか、それもあるだるまどんな感じ。だるま結構横から見るとこんな感じだったそれ気味だったんですよ。それ気味だったな。ちょっとサーナツもうできない。もうやっぱ3倍を狙っていく。なるほどね、はい、そう取り戻そうと。逆にできるってかけたのは世界さんって、うん、なんか物事にチャレンジするとき最初心配そうな顔してると絶対成功するんです、うん、あ、今も、はい、1回目の VTR も心配そうだったんですけどできたじゃないですか。いや、あなた外しましたよね。何を偉そうに。そうでしたか。フライングディスクみたいなハットかぶってる。チャンスは再び10投だるま落とし延長戦スタート。まずは1投目。多分これ下の段を狙うしかないんですよね。さっきちょろって横から見た時。いきます。お願いお願い。ミラクルが。あっ、あれ OKOK。 あと9投ありますもんね。先ほどの成功が嘘のような大外れ。続く2投目。いきます。うわっ、あー惜しい。危な。でもいいっすね、来てますね。お願いします。まっすぐ向かってきたディスクはわずかに低く手前の椅子にヒット。コントロールが、あ、やべやべ。だるまを崩せば即終了の緊張感からか、ここからまさかの3連続失敗。やばいやばいやばい。さっきと違います何か。そうっすね、あからさまに調子に乗ってる自分がいますね。ここまで来てます今。ギブアップっていう言葉はここまで来てます。でもこう抑えて、はい、なんとか。プレッシャーが大きくのしかかってきた6投目。おっ、これでダメなの。これ2回目はあれですよね、一番上落とせば。違います。同じだるま落としです。あれ、美しい軌道を描き奇跡の連続成功。世界遺産アザースと思われたが、もともとアンバランスだっただるまも落下しあえなく失敗。やっちゃってんな。いや、惜しかったですね。当たったんですけどね。あれもうちょい下だったら多分いけた気がしたんですけどね。当たるのがすごい。2個決めたらまあかっこよかったですよね。かっこよかったですよね。2個決めたらすげえモテそうだったな。フライングディスクでだるま落とし、世界はできない。3倍、3倍、3倍、
合だ。評論家みたいに語ってたケイト君は外しましたけども。残念でした。すいません。できると思ったんですけど。いや難しかったね。2回目は難しいっすよね。でもね、1回目当てただけでもね、もっと褒めたたえてもらって。だからあそこで終わっとけばよかったんですよ。うせえよお前。やれって言うんだよだって。番組側のね。やれって言うんだよ。ここまでの獲得コインはご覧の通り、見事連続的中の瀬口が一歩リード。そして次回はメンバー一クールなパフォーマー堀夏希と最年少ボーカル中島颯太がしながらリフティングに挑戦。二人はできる？できない？ビッチプリーズ。